皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。今日はですね、ツイッター等では紹介をさせていただいてますブラックカディスを、巻いていきたいというふうに思います。これですね、これこんな感じで、以前にツイッターで紹介させていただいたのとは若干マテリアルが変わっておりますので、よろしくお願いします。それでは、フックはですね、最初に、TMC の2312の12番を使います。フックサイズはですね、だいたいそうだな、10番から12、14っていう感じですかね、のフックを使います。下巻きをします。1個分2個分ぐらい開けてから、下巻きを密にしっかりした後、下巻きの終わりがちょうどボディの、後ろ端になるというふうに考えていただいて、フックポイントより若干後ろですね、若干後ろに、ここがボディの後端になります。で、最初に、フラッシャーブー、パールのフラッシャーブーを止めます。で、次にですね、ウールヤーン、ウールヤーンをほどいて、ウールヤーンってだいたい4本で、1本になってるんですけど、ほどいていただいたその1本ですね、これをボディ材として巻き留めます。で、ボディはですね、もちろんダビング材等で仕上げてもいいんですけれども、ウールヤーンを使う理由はですね、単純な、ボディではなく、そのボディの間からチラチラと光り物が見えるような、ボディに仕上げたいというふうに、ちょうど備前光嗣さんが最近ティムコの動画で、紹介していますが、やり方を、ちょっと応用したいと思います。最初にウールヤーンに、フラッシャーブーを2回3回4回ラフに巻き留めます。私は、画面向かって右回転で巻いていきますので、3、4回巻いて絡めたら、あとはこれをぐる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 っとひねっていきます。そうしますとこんな感じで、フラッシャーブーとウールヤーンがひとまとめになります。で、これをボディ材として前に前に巻いていきます。で、一見するとですね、なんかフラッシャーブーがよくわからないんじゃないのって思うかもしれないんですが、これが仕上がってみるとですね、意外や意外と言いますか、思っているよりはこのフラッシャーブーのキラキラが聞いてたりなんかします。で、巻き終わりがですね、ハックルの巻き代になりますので、このぐらいかな、開けて、ウールヤンを巻き留めます。はい、次にウイングですが、ウイングはディアヘアを使います。場合によったらですね、例えばその流速が速いとか流れに揉まれやすいようなポイントなんかだと、下に CDC を入れてもいいんじゃないかなと思います。今日はディアヘアのみのウイングになります。最初に、黒のディアヘアですね、これで最初のウイングを作ります。12番で、
これもどのぐらいの量をつけるかというのは本数を巻いていただいて、なんとなく勘どころをつかんでいただくしかないんですが、私の場合ですと12番でだいたいこのぐらい、このぐらいの量のディアヘアを使います。でスタッカーに入れて、で、ここでちょっと豆知識なんですけど、スタッカーで毛先を揃えるときに皆さんよくこの下の部分をですね、ここですね、ここの下の部分を机とかにぶつけてやってる人がいると思うんですけど、まああれでももちろん揃うんですけど、私はスタッカーの下をこのような、ハンマーでこういう感じで叩いて毛先を揃えてます。で叩き終わって、まあ、こんな感じで毛先が綺麗に揃います。まあこっちの方がですね、まあ机にガンガンぶつけるよりは静かですし、割合簡単に毛先が揃うんじゃないかなと思って私はずっとこれをやってます。でウィングの長さなんですが、基本はですねボディより少し長め、ちょうどベンドのカーブの頂点よりほんの少し、もうごくわずか長いぐらい、このぐらいですかねに、このぐらいの場合はこのぐらいにしてます。で1234で、ちょっとここで注意が必要なのが、最近皆さんこう細いスレッドをお使いになると思うんですけど、ディアヘアはですねちょっと強めに締め込むだけで簡単に切れてしまいますので、最終的にマテリアルがきっちり止まっていればいいので、ウイングを止める段階では締め込むんですけど、そんなにものすごくぎゅうぎゅうに締めたりはしてません。このぐらいにとどめてます。で、ディアヘアの余分をカットします。でこの時できれば愛に沿って斜めになるような格好でカットしていただくと仕上がりが綺麗になるんじゃないかなと思います。あとこの後ハックルを巻くんですけど、ハックルも巻きやすいんじゃないかなと思います。で次に赤と黄色のディアヘアを、黒の上から取り付けます。でもちろんブラックカディスっていうぐらいですから真っ黒のまんまでももちろんいいんですけれども、やはりですねそれでなくても視認性が悪い中で、真っ黒になるともうなおのこと見えなくなってですね、特に老眼が入ったような年齢の方だと大変だということもあって、でまあインジケーターとまではいきませんが、多少は視認性が良くなるかなということで、少し明るめの色をウイング剤に混ぜるようにして、上に乗せるディアヘアどのぐらいかと言いますと、これもですねなかなか、本数とかではこう言い難い言いづらいものがもちろんあるんですけれども、私は赤と黄色を混ぜてこのぐらいの量、この12番のこのウイングに対してはこのぐらいの量を上にかぶせてます。でなるべくそんなきっちりやらなくていいんですけど、なるべく、シャンクに沿って真上に、この明るいカラーのディアヘアが乗るように少し注意をして、で先ほどと同様締め込むんですが、あまりぎゅうぎゅうに締め込むとですねディアヘアはすぐ切れてしまいますので、そこはちょっと注意が必要です。で余分をカットします。で次にハックル、フロントハックルをつけますが、この狭い範囲に、かなり目いっぱい結構きつめに、ハックルを巻き留めます。でハックルは黒でもいい、いいし、グリズリーみたいな色でもいいと思います。今日はですねダークブラウンのハックルを使います。で表を手前に見せておいて、でこの時ハックルのストークを止めながらヘッドの形も同時に整えていきます。
で、ハックルを巻くところ、ハックルを巻くところは、このように少し斜めになるようにやった方が、ハックルを巻いた後綺麗に仕上がるんじゃないかなと思います。で、ハックルは表が前に向くようにして、可能な限り密に巻いていきます。で、このフライの場合ですね、フックは12番で、しかも2312ですので、シャンクが長いです。で、シャンクの長さに合わせると、どうしてもハックルが長くなりすぎてしまいますので、2312で巻く場合は、まあ、目安、まあ、例えば 200R のようなフックでもそうですし、2302でもそうなんですが、ワンサイズ小さめのハックル、もしくは2サイズ小さめのハックルを使用すると、ヘッド周りが綺麗に仕上がるんじゃないかなというふうに思ってます。で、もうこんな感じで、アイギリギリまできっちり巻いていきましょう。で、仕上げ、ハックルを2回巻いて、で、ここではギューッと締め込みます。で、ハックルの余分をカットします。で、見ていただくと、アイのところがもうかなり詰まった状態になっています。これで最後ヘッドが仕上げられるの?というふうに、見ると思っちゃうんですけど、ですね、コツはですね、コツといいますか、まあ、このぐらいギュウギュウになるぐらいまで巻いてもらっていいんですけど、爪の先で、ハックルをほんの少し後ろに、ギュッて押してもらいます。で、ハックルをすべて後ろにやって、で、ここにごくわずかスレッドが入り込むぐらいの幅ができますので、で、ここで一気にヘッドを仕上げていきます。こんな感じです。で、次にですね、最後、ヘッド部分を、黒くして仕上げたいので、みんな大好きマッキーでスレッドを黒く塗ります。で、この黒く塗ったスレッドでハックルを後ろにやっといて、ヘッド部分を仕上げます。この時、若干ですが、ハックルが後ろになびくような心持ちで、少し後ろに押し気味に巻いていただくといい感じになるんじゃないかなというふうに思います。で、最後、ウィップフィニッシュ1、2、3、はい、ウィップフィニッシュをしてスレッドをカット、ヘッドセメントを垂らして、終了になります。で、スレッドのとこにももちろん垂らしていただくんですが、気持ち、ハックルの方にも染み込むようなイメージで、ヘッドセメントを塗っていただいたらいいんじゃないかなと思います。こちらが、ブラックカディスになります。はい、もし、原料のイワナにも使えますし、里側の、ヤマメにも使えます。それからもちろん本流のカディスが発地する時期のニジマスにも使えますし、もともとこのフライを考えたきっかけになったのが、北海道の湖にたくさんいますセンブリというカリスみたいな虫が、黒っぽい虫がいるんですけど、あの虫にライズする魚を攻略したくて、考案したフライです。はい、以上でございます。もしよかったら巻いてみてください。